今日はセブンイレブンの串団子を食べていきたいと思います。木下ゆうかちゃんがお団子を食べている動画を見て、無性にお団子が食べたくなったので、はい、セブンイレブンでお団子を買ってきました。影響されやすいんですよね。はい、うん。セブンイレブンのこの串団子は、私セブンで働いてたことがあるんですけど、はい、4年近く働いてたんですけど、はい、その頃から結構好きですね。はい、なんか普通に売ってる醤油団子よりも柔らかくて、うん、柔らかい柔らかくて、うん、またタレも美味しいんですよね。はい、食べていきたいと思います。いただきます。うん、うん、柔らかい。すごく美味しいです。うん、うん、おいしい。うん、うん、美味しいですね。うん、ちょっと喉が渇くんですけど。この噛んだ時にこう潰れてる感じ、これが、うん、柔らかさ、もっちり感を伝えやすいかな。うん、おいしい。美味しいですね。ちなみにね、セブンで働いてた時は、大体定番商品というか、大体置いてある商品は値段を覚えて、はい。レジ打ちの時ピッて言って何円が1点ってやるじゃないですか。その時に、うん、暗記してっていうか売ってましたね。なのでその頃のレジの速度は、うん、平均したら早かったと思います。うん、
なのでね、あの、大体一緒、こう、うん。一人の人を、あの、一緒に働いてる子が、レジしてる間に2、3人はこっち終わってるみたいな感じでしたね。うん。何の話だっていう。はい。それくらい、まあ、レジは楽しかったですね。もう今は多分、体が覚えてるかどうか分かんないですけど、できないかもしれないですけどね。あとはその頃働いてた頃よりも商品一個一個の値段がね、うん、上がってると思うので、はい、いや値上げどんどん値上げしていきますね。うん、消費税また 10% とかになったら、うん、定番商品とかの値上げも避けられないところがありますよね。なんか、うん、一番下の弟が言うのは、あの、蒲焼さん太郎とか、今コンビニだと14円ぐらいするんですよね。うん。なかなか10円で買えるものって限られてきてるんだなって思いますね。うん、うまい棒も最初 10g だったのが 8g になってまた 6g になったんだったかな。で、さらに値上げというか、うん、ちょっとね、12円ぐらい、うん、どんどん値上げしていきますね。こういうね、定番商品とかは100円とか98円とかが、うん、買いやすい値段だと思うので。あんまりね、値上げしてほしくないなっていう商品もいくつかはありますね、うん、はい何の話だよっていうね、はい、感じなんですけど、もう3本も食べ切ってしまいました。うん、結構タレが今日は濃く感じましたね。久しぶりに食べたからかな、それかちょっと味が変わったのかな。うん、前に食べた時よりも味が濃く感じました。醤油ダレの感じが、うん、まあ、はいでもね、お餅自体はもちもちしていて柔らかくてとても美味しかったです。はい、今日はセブンイレブンの串団子を食べてみた動画です。特に新商品とかそういうわけじゃないんですけど、はい、美味しかったです。おしまい。